皆様、大変お待たせいたしました。ファインドブリリアンス本選大会スタートします。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます、長野愛香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、早速でございますが、オープニングを盛り上げていただきますのは、日本レコード大賞を2度受賞されている音楽プロデューサーであり、本コンテストの特別審査員としてお越しいただいております、ハルさんに作曲され、本日12月17日にデビューとなるシンガーの泉さんのご登場です。どうぞ。
ありがとうございました。ファインドブリリアンスのオープニングアクトを飾っていただきました泉さんでした。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。それでは開会式の方を始めさせていただきます。はじめに本コンテストの主催であります波松不明よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ファインドブリリアンスオーガナイザーの波松文江と申します。よろしくお願いいたします。本日いろいろ、ちょっと時間もしてしまいましたが、本日の今回のコンテストの趣旨の方をお伝えさせていただきます。あなたの輝きを見つける人生が変わるコンテストとして本日去年の12月から開催をしたいと思いまして動き出して1年かけて本日この準備を整えさせていただいております。なかなかこのまたいろんな芸能美術とかの影響もありまして、本日のファイナリストも何名か、せっかくこの日のために準備していただいたのに欠席をしていただいている方もいらっしゃるんですけども、そんなこの大変な世の中でも本日のために皆さん自分自身を磨いて来ていただいております。でこのコンテストがあなたにスポットライトを当てるというようなコンテストです。なのでこの人生をきっかけに皆さんが何かしらの人生がより良くなっていただきたいと、変わるきっかけ作りの背中を押したいと思いまして、私たち運営陣講師陣皆さんみんなが皆さんの配慮した人たちの背中を押すために今後のこの場に立っております。人前であまりなかなか話すことが私もないのでちょっと緊張してしまって早口になってしまうことも多々あるんですけども、聞き取りづらかったら申し訳ございません。本日は皆さんがいろんな方々が楽しんでいただけるようにエンタメの要素も取り入れさせていただいております。後半には花区柳田さんより正末市というマジックショーもございます。また特別ライブとしてブラザーコーさんが楽曲を3曲披露していただきますので、こちらも楽しみにしていただければと思います。まあ、このコンテスト自体も皆さんが今回は本当にゼロ期として初めの走り出しのコンテストになっております。なのでいろいろ不手際があるかもしれませんが、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは本日お楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして特別審査員の皆様のご紹介をさせていただきます。お一人ずつご紹介とお名前の方を呼ばせていただきますので、その後ステージの方にご登壇いただきましてご挨拶を頂戴できればと存じます。はじめにメインキャラクターはメインテーマはキャラクターたちとの生活と会社の成長を描いた作品で、世界中の国際映画祭で合計26部門でのノミネート、そして受賞もされております。若手アニメ映画監督でいらっしゃいます秋山翔様、お願いいたします。どうぞご登壇ください。皆さんこんにちは。お集まりいただきありがとうございます。フィリピン出身 のアニメ監督の秋山翔と申します。よろしくお願いいたします。僕もなんかフィリピンから日本に来られているためになんかいろいろ夢を見て頑張ってる皆さんはとても共感をでき、とても応援しております。皆さんのパフォーマンスも楽しみにしております。皆さん頑張ってください。よろしくお願いいたします。秋山翔様、ありがとうございます。続きまして、パギャル、パネー出産など代表作多数の漫画家でありタレント、漫画講師としてもご活躍されていらっしゃいます。ミラノ、ドバイ、アブダビなど世界各国を駆け巡り、2020年には SDGs に関する漫画本を出版されております。漫画家、タレントの浜田ブリトニー様、お願いいたします。はい、皆さん今日はお集まりありがとうございます。
今日の大会なんですけど、予選から見させていただいて、とても個性あふれる皆さんが集まっていると思います。本戦の方でもっともっと予選より実力を発揮していただいて、素敵なパフォーマンスを見せて、そしてこれからも活躍されていただければとても光栄です。それでは楽しみにしています。浜田ブリートニー様、ありがとうございました。続きまして、ジュノンスーパーボーイコンテスト全国社名投票をきっかけにスカウトされ上京。エージェントを一切つけないスタイルながらも、フランスとスペインの国際映画祭のレッドカーペットにて最優秀主演俳優賞を2冠受賞されております。インドの国際映画祭では特別ゲストとしてメディアスピーチを行われました。日本では地上波テレビ番組等のオーナー事業の総代表を務め、ジュエリー等の富裕層ビジネスも展開、ドバイの王族関連企業や会員制経営者サロンのアンバサダー、大阪モーシー国際映画祭の初代エヴァンジェリストも務め、スペインマドリード国際映画祭では大阪万博誘致担当を務めると、幅広い分野でご活躍されております。アスト様、お願いいたします。ご紹介いただきましてありがとうございます。アストと申します。この度ファインドブリリアンス本戦開催おめでとうございます。予選会の時から拝見はさせていただいておりましたけれども、そこから皆様がどのような形で抵抗進化されて活躍の場を広げられているか、それを見るのをすごい楽しみに本日は参りました。今回ですね、特別審査員という形で登壇させていただいておりますけれども、今回の主催の文江さんは、僕たちの地上波のテレビ番組のオーナー陣の一人でもございまして、実は今11カ国14国際映画祭からエントリーオファーをいただいているんですけれども、その、新作映画のメインカメラマンとしても活躍していただきました。イベントの後半でおそらくそのダイジェストが流れるかと思うんですけれども、彼女の撮ってくださった映像が一緒に世界に飛んでいくと。で、今回のコンテストの優勝グランプリの方は文江さんが監修による、短編映画といいますか、はい、動画を作成してくださるということで伺っておりますので、その動画とともに世界に持っていけるように僕も、自分のできる仕事をしっかりやってまいりたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。アスト様、ありがとうございました。続きまして、浜崎あゆみ、KinKiKids など数々の名曲を世の中に出したサウンドプロデューサーでいらっしゃり、浜崎あゆみのフリー&イージーで日本レコード大賞編曲賞受賞、同じく浜崎あゆみのノーウェイトゥーセイで日本レコード大賞最優秀編曲賞を受賞されていらっしゃいます、春様、どうぞお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、音楽プロデューサーをやっております春と申します。本日はなんかいろんな、なんか個性の方を、見れるということで非常に楽しみにしてまいりました。先ほどパンフレットのを見せていただいたんですけど、もう本当に多岐にあたるというか、いろいろ素晴らしい活動をなされている方がいらっしゃると思って、それでまた輝いていらっしゃる皆さんを今日見れるということは非常にありがたいと思うし楽しみにしております。私どもが何ができるか分かりませんが、今日は一生懸命見せていただいて、皆さんが楽しんで輝いているところを、この目で見たいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。続きまして、ブラザートムとソウル音楽デュオバブルガムブラザーズを結成し、ウォンビーロングが大ヒット、その後ソロ活動を行っていらっしゃり、現在も大変ご活躍中でございます。
2022年新曲を収録したソロ名義の企画アルバムをこの秋にリリースされました。ブラザーコーン様お願いいたします。どうもブラザーコーンです。皆さんにこのイベントのことを最初に聞いたときに、ミセスコンテストかなと思ったんですけども、内容を聞いてるうちにどんどんなんか全然違うコンテストだということを聞いて、ミスコム審査員とかミセスコンテストの審査はもう、去年から今年にかけて7回ぐらいやらせてもらってるんですけども、今回のこの、ファインドブリリアントというのがなんかとんでもないその人間性を豊かにしてくれるような、そして美しさを超えた人間性とかのコンテストだということを聞いてですね、ぜひやらせてもらうということをオファーを受けました。12月10日前にちょうど新譜が出たばっかりなんですけども、ソニーから、今日はですねその中の歌はちょっとまだ歌ってないので歌えないんですけども、小さなミニライブをやりたいと思いますので皆さんと楽しんでください。そして、皆さん今日は素晴らしい方ばっかりで、審査員も素晴らしい方ばっかりで、その中で、こうやって、年末の仕事ができるというのは非常に、自分も光栄なことなので、これからもよろしくお願いします。ブラザーコーンでした。どうも。ブラザーコーン様ありがとうございました。そして今回お世話になっております協賛企業様をご紹介させていただきます。お一人ずつお名前とご紹介読ませていただきますので、その後にご登壇いただきましてご挨拶頂戴できればと存じます。はじめに KOC ジャパン株式会社シーポン国沢正治様、全国のレストランや居酒屋、美容室、エステなどの加盟店やネットショップでいつでも 20% お得にご利用いただける新しい決済サービスをご提供されていらっしゃいます。お願いいたします。KOC ジャパン国沢です。まあ、ざっくり弊社のサービス概要を伝えさせていただきますと、ユーザーとしては常に 20% オフで使える事前チャージ式の決済で、事業主様に向けては、完全成果報酬で、自社のサービスというのを広げていくことができる、まあ、そういう決済と集客を組み合わせたサービスというものを2年前からやらせてもらっております。もともと香港で30年間非常にまあ成功しているビジネスモデルなんですけれども、台湾、マレーシア、シンガポールと広がっていって、で、2年前の時に日本の総代理というのを、まあ、私の方で非常に運よくさせていただけることになりました。今ユーザーは50万人ほど、来年の3月には100万人ほどのところになる見通しが立っておりまして、で、まあ、そこに並行して、いろいろテレビ CM をはじめとしたですねメディア展開をどんどん広めていっております。私たちのサービス自身でもですね、非常に皆さんの、やりたいこと、特に出場される方々の実現していきたいことというところをお手伝いできると思いますし、またそういったメディア展開のところに合わせて皆さんの露出の機会というところを増やしてですねお手伝いできればと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。KOC ジャパン株式会社シーポン国沢正治様ありがとうございました。続きまして株式会社日本トリム本間海人様、1982年に電解水素水精製機の販売会社として創業し、1990年には自社工場を設立してメーカーとして精製機の普及に取り組んでいらっしゃい、精製機シェアナンバーワンの東証一部上場会社様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介ありがとうございます。株式会社日本トリムの本間といいます。今日はよろしくお願いいたします。我々は水を40年間研究してきて、健康と美容に特化した電解水素水という医療機器のメーカーでございます。で、今日は皆さんファイナリストの方々相当多分努力されて、今日は魅力的な方々がお祭りお集まりいただいていると思いますので、一審査員として非常に楽しみにしております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
社日本トリム本間海斗様、ありがとうございました。続きましてネストボディートリート高野勝人様、女性専門完全個室の美容整体サロンを経営されております。ネストボディートリートはボディケア、小顔、美顔ケア、すべての美容ケアにおいて筋膜を正しく和らげることで体の深層部にアプローチし、体と心を解放させ健やかな健康づくりの基盤を整えるサロンでございます。お願いいたします。本日は、ファインドブリリエンス決勝大会、無事に行われるということで大変おめでとうございます。予選の際も、審査をさせていただいたんですが、本日も皆さんのトレーニングの結果を、十分発揮されることをお祈りしつつ、私も一生懸命採点をさせていただきたいと思います。予選から本日までですね、参加者の皆様に当サロンのお顔のトリートメントですとか、筋膜とかいろいろ使っていただきまして本当にありがとうございます。本日以降も、そして、今日観客席においでの皆さんもこういったことにご興味がある方いればですね、本日ロビーの方に、施術者がトリートメントする施術者がおりますので、お気軽に、お声をかけていただければと思います。本日はおめでとうございます。ネストボディートリート高野勝人様、ありがとうございました。続きましてドゥアル翔太様、ドゥアルという経営者だけで構成されたバンドでボーカルを務めていらっしゃいます。翔太様はダイヤモンドの会社と美容サロンも経営されており、ドゥアルでは日本武道館を目指し12月21日には300名規模のライブを開催予定でいらっしゃいます。どうぞお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、デュアルボーカルの翔太と申します。よろしくお願いします。ライブは20日なんですけど、400名規模でやらせていただくんですけども、自分がなんで今回ここに呼ばれた縁としましては、ヨッピーっていうエントリーしてる子がもともと自分の社員でいまして、で、フミエさんを紹介していただいたんですね。で、自分はもともと父が演歌歌手で、そこの隠し子だったんですけども、会社がちょっとうまくいくようになって、今自分でちょっと会社に行かなくても回るようになりました。それで自分は何歳になっても夢を追いかけていいんじゃないかということで、音楽の世界に今チャレンジ中です。で、それに伴って文江さんを紹介していた際に、私もこのいろんな人を輝かせたいからこういうイベントを主催したので、ぜひスポンサーになってくれませんかと正直なことを言っていただいて、すごくそれに共感しました。自分と同じように夢を追いかけている方々の応援をしたいと思って今回参加させていただいて、もう素敵な方々と一緒に審査ができるのがとても楽しみに思っております。なので今日はしっかりと審査させていただきたいと思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ドゥアル翔太様、ありがとうございました。続きまして、ルーピンドレスレンティーニールーピン様、2022年世界大会で準グランプリを受賞されております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ルーピンと申します。30年前中国北京から参りました。今、日本初めてのシチリア料理リストランテガニーノ乃木坂でもう17年目に迎えになりました。歴代総理大臣、芸能人、スポーツ界の有名人毎日訪ねるようになりました。で、それ以外に私個人的にはまたタレント、ナレーション、
特に日本の飛行機の中の中国語声を担当させていただきました。日立のプロモーションビデオの声も7年間毎年私の声を使ってます。同時に今回は文江さんからこのコンテストの話を聞きまして、でやっぱり共感ができるのが頑張ってる人ね、その頑張ってる人が、どこまで輝けるのがすごい私にとっても楽しみなんですよね。で自分がここまで来られたのがたくさんの人たちに、助けていただいて、今回私が助ける番じゃないかなと私は思って、それで今回はルービンドレスを提供させていただきます。はい、じゃあこれから皆さんの変化、要するに最初から皆さんがどんな感じの方たちを私見てきたので、でこの舞台ね、後ほど皆さんのパフォーマンス、皆さん綺麗になった姿をしっかり見ていただいて審査させていただきます。はい、よろしくお願いします。レディールーピー様、ありがとうございました。株式会社睦美商会斉藤純志郎様、お客様に支えられて創業58年、深みのある不動産会社を経営されていらっしゃいます。本日はご欠席でいらっしゃいます。続きまして本コンテストの講師の皆様ご紹介させていただきます。皆様どうぞステージの方にご登壇ください。お一人ずつご紹介させていただきます。見せ方プロデューサー岡崎雅子さん、小呼びアドバイザー玉木雄貴さん、カレンスタイル美姿勢ウォーキングディレクター雄貴カレンさん、アクション指導佐野雄介さん、伝え方コンサルタント武井美幸さん、美姿勢デザイナー&ウォーキングクリエイター比嘉美佐子さん、昭和術師ハマック柳田さん、以上の講師の皆様にご協力をいただいております。ありがとうございます。以上をもちまして開会式の方を終了とさせていただきます。この後はいよいよダイヤモンド部門からのスタートとなります。エントリー者の皆様はそれぞれ最大3分間のランウェイパフォーマンスを行っていただき、その後1分間のスピーチを行います。ダイヤモンド部門の方をご準備いたしますので、皆様少々このままお待ちくださいませ。
それではダイヤモンド部門エントリーナンバー1番の方から参りましょう。エントリーナンバー1番堀美恵さん。もっと輝きたい、新しい自分に生まれ変わりたい、こんな気持ちに気づくことができました。この感動を次に伝える私になります。
作りたいです。それでは皆さん応援してね。Thank you.
ストリーナンバー3番佐藤智美です。将来の消滅都市から上京し、霞ヶ関であった出来事を通じて、これからは心と体の健康や美しさに何らかの形で関わり、お役に立ちたいと思うようになりました。そんな中で自身が経験をしてきたパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントの防止、また超就職氷河期世代の問題について、世代を超えて関心を持っていただけたらと思っております。どうしたらいいのかが分かりませんでしたが、人生を変えるコンテストに関わる方たちとの出会いを通じて、また大きなサポートをいただき、デコルテから歩けば人生が変わっていくと実感することができました。もっともっと自分を上手に使いこなせたら楽しくなるのかなと思います。エントリーナンバー3番佐藤智美さんでした。続きましてエントリーナンバー4番三原奈緒さん。現役アラカンアイドル、いくつになっても輝いて生きる情熱を持って夢を実現する、その姿を発信して世界中の皆さんに勇気と元気をお届けします。世界中の人たちにパワーを送りたいと思います。
私は5年前から子供が今の科学以外では治らない病気になってからチャリティー活動を始めました。フィリピンで手術が受けられない子供たちに、支援するためです。そして水道症の子供が助かった時のことです。家が貧困で遠くまで出稼ぎに行っている時にお母さんがいないため姉妹、幼い姉妹たちが赤ちゃんを見ていてミルクを詰まらせて亡くなってしまいました。そのことをきっかけに寄付だけでは問題は解決がしないと分かり、私は美容師を育てることにしました。市場で出会った50代の女性は仕事がなく片隅でバナナを売っていました。でも今は美容師として仕事をし、そして小さな子供も安心して学校に行けるようになりました。私は60代は過ぎてますけども、60を過ぎても自らが輝き、これからも日本や世界で自立して輝きたい女性を応援していきたいと思っています。支援の輪を世界中に広げたいと思っております。今日はありがとうございます。エントリーナンバー6番の伊藤純子さんでした。で次のエントリーナンバー7番の伊藤水花さんですが、本日はご欠席となっております。審査員の皆様ご認識をお願いいたします。で先ほどですがエントリーナンバー4番三原奈緒さん、こちらの不手際で大変申し訳ございませんが、短い時間で終了の合図を送ってしまいましたので恐れ入りますが、エントリーナンバー4番の三原奈緒さん、もう一度パフォーマンスの方をさせていただきます。それでは改めまして現役アラカンアイドル、もう一度お願いいたします。輝いて生きる情熱を持って夢を実現する、その姿を発信して世界中の皆さん、シングルマザーで孫もいる現役アラカンアイドル、いくつになっても輝いて生きる情熱を持って夢を実現する、その姿を発信して世界中の皆さんに勇気と元気をお届けします。エントリーナンバー4番三原奈緒です。私はいくつになっても輝いて生きる情熱を持って夢を実現する、その姿を発信することで日本中の皆さんに一歩踏み出す勇気と元気をお届けしたいという思いで12年間現役のアラフォーアイドルとして活動しています。その間テレフジテレビのザ・ノンフィクションなどにも取り上げていただきました。私は生後2ヶ月で生みの母が自殺をしたことをはじめ、元の旦那が自己破産したりとか、娘に数百万使い込まれたりとか、知らない間に孫が生まれていたりとか、ありすぎるぐらいのドラマがたくさんあります。そして今自分の大切なグループが解散の危機になっています。それでもさらに前に進むことで多くの方にもっとやれるっていう希望を持っていただけるんじゃないかと思っています。こんな私のストーリーを映画にしていただけたら嬉しいです。応援してくださる皆さんに恩返しがしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。エントリーナンバー4番三原奈緒さんでした。皆様大変申し訳ございませんでした。以上でダイヤモンド部門前半の6名が終了いたしました。ここで皆様もう一度登壇していただきまして、会場の皆様よろしければお写真タイムとさせていただきます。それではご登場ください。エントリーナンバー1番の方からエントリーナンバー6番の方です。
さんどうぞたくさんお写真撮ってください。お写真の方よろしいでしょうか。皆様ありがとうございました。エントリーナンバー1番からエントリーナンバー6番の皆様にご登場いただきました。どうぞご登壇ください。ご登壇ください。